彼岸花も見たことある。薬か毒かはあなた次第。この命に代えても守ってみせる。この剣で文章は心の荒、筆は剣より、美食は人生の種、民は食をもって天と。彼岸花を見、薬か毒かはあなた次第。大祖73年、雍和帝御陵心在位中に起きた彰子の乱は幕を引いた。敗後彰廉尉は自害し、彰子一族は滅びの運命をたどった。翌年、一人の女性を危機妃良弱の息子である五北公が大使に釈放された。その後雍和帝は持病で崩御。大使母北公が即位し、龍慶帝として歴史に名を残すものとなった。その夜、剣下の池、約束の時。朕が用意したもの、気に入ってくれたか？はい、てっきりもうお忘れになったと思っておりました。忘れるものか。そなたと約束したことは一つたりとも忘れない。陛下、そなたは朕のために家族と対立した。そして朕はそなたに朕と並べる地位を与えると約束した。そのことはずっと覚えている。汝の手を取りて汝と共に追い。翌日、ジネイ宮。小花月を後期日に咲く。翔家の乱を鎮めるため彼女は力を尽くしてくれた。その報奨として、後期妃は副皇后に相当する。そなたが皇帝になれたのは府家の。しかし翔家一族は反逆の大罪を犯した。小花月を副皇后に釈放し、民衆を困惑させ忠臣を失望させるつもりか。天下と美人どちらを取るか、そなたならわかるよね。花月、数日後、対話殿前、妃釈放の儀。皇帝陛下のご勅命、病弱を聖母皇太后に釈放し、親王妃不明玉を皇后に釈放する。ありがたき幸せ。後期妃になりたいなんて身の程知らずにも程があるわ。散々小細工しておいて結局は官妃に釈放されただけ、さぞ悔しいでしょうね。朝廷の重臣であるお父上の七光で慶妃になれたのがそんなに嬉しかったのかしら。罪人の分際でよくも。私が罪人かどうかは陛下のご判断に委ねます。そうでしょう。陛下の話を持ち出したって無駄よ。それぐらいにしておきなさい。一見騒ぎは落ち着いたように見えた。しかしそれは嵐の前の静けさに過ぎなかった。私も結局はこの後宮というカゴの中に囚われる
一輪の花に過ぎないの。新帝即位、父家の嫡女が皇后に釈放され、父家の末っ子であるあなたに栄誉をもたらした。この日市場で父家に不利な噂が流れているようだ。早く様子を見に行こう。かわいそうに無理やり畑を奪われた上に。一体誰だ。天使の足元であるこの宮。シッ、声が大きい。天使でも法を犯せば庶民同様に罰されるべきだ。父家といえども普通の聖家に過ぎない。父家には皇后と王子がいる。外籍の勢力の拡張はいいことではない。陛下が黙って。一体どういう。特定のレベルに達するたびに豪華な報酬がもらえるぞ。この生地は特上の茜を使ったのよ。お嬢様はどちらのお住まいですか。もしそ、みんな、父家の次男が。父家の人間はまだ満足していないのか。今度はこのお嬢さんまでも牢獄に入れるつもりなのか。待ってくれ、私は。あれ、何かがおかしい。この3人グルなのか。死ねえ。危ない。使いたいスキルを選んでください。スキルの攻撃対象を選んでください。怒り値がマックスになりました。スキルを使用しましょう。自動戦闘もできますよ。ちっ、つらかるぞ。父家の主不安生が駆けつけあなたを救ったが、その隙に三人組を取り逃がしてしまった。久しぶりだね。大丈夫だったか。維新王様にお目にかかります。なんたる軽挙だ。父様、彼は。いえ、私などまだまだです。連中を捕らえ損ねた上に維新王様や父上にまでご迷惑をかけてしまいました。従者を陣容に加えよう。新しい従者を迎え入れたら出陣させよう。ありがとうございます。先ほどの連中は兄上が悪事を働いていたという偽りの情報を流していました。大丈夫だ。新王様。光浜様、どうして。名玉が皇后に釈放され、わしとお前の兄も今や朝廷の中心だが、高級で名玉を。はい。お前も。はい。目には目を。
あなたがばらまいた情報は都で騒ぎを起こした。聞いた？コーヒー本当？さあな。しかしこのことが本当な、コーヒーが治水の時に民を過虐していた噂が都の至るところで流れている。父上の言った通り、コーヒーは自分の、しかし幼少側近の何者かが、今のところは無事だ。しかしこれからもこういったことが続々と起きるのであろう。父上、流されていく定めでしかない。皇宮の前、大祖四大聖火の一つ、府家の主不安世。今日からお前は御前護衛として務める。皇宮ご安心ください。この手紙を御前護衛統領の、棟梁に。お、よくぞ俺の人。いいえ、まあ、キムセンに連れられ護衛所にやってきた。そして護衛所のすぐ隣にあるジー、しかジーに勤めているのかそうだよ。ジョ先生のところで姿を見ないと。挨拶はそれぐらいにして、まずはこの、なかなか似合っているじゃないか。ありがとう。先ほど皇后様、はい、魚花園を通った時、いい香りが漂ってきた。ちょうど金木犀が満開になる季節だ。その花々の中から綺麗な女性二人が歩いてきた。少主、さ、寛妃様に。あなたは？はい、ええ、はい、そうで。寛妃がさ、幼少様に。Thank you.
来たのね。皇后さん。この矢で空を切り裂く。浄化災いか、私にはわからない。この矢で空を切り裂く。この矢で空を切り裂く。この矢で空を切り裂く。